俺の名は清、将来は自衛官になりたい高校1年生だ。なぜ自衛官って？そりゃ強いしかっこいいし、日本を守りたいからだよ。でも同級生とは話が合わないんだよな。話し相手を求めて SNS をさまよう毎日。そんな時、ダシオと名乗る人物から DM をもらった。はじめまして、中ダシオです。よかったら僕らのサークルに遊びに来ませんか？ちなみに僕は空挺レンジャー志望。おお、自衛隊の面接で一発で落とされそうな名前だけど、やっと友達ができるかも。どうも清君、歓迎するよ。こっちはすず、彼女も自衛官志望者なんだぜ。こんにちは。私たちは高2だから1個上だけど、気軽に話してね。早速だけど、清君はざっくりどこ志望なの？陸？海？空？具体的にどことは決めていないです。ただ一番強いところがいいですね。なら私たちと同じ空挺レンジャー志望も当然じゃん。空挺レンジャーってそんなに特別なところなんですか？マジか、最強にして第一狂ってる団と言われる第一空挺団を知らないなんて。いえ、1958年に発足して約2000人の隊員と共に千葉県の習志野駐屯地に配備された部隊ですよね。創設にあたっては空の新兵と呼ばれた旧日本陸軍の落下傘兵が中心的な役割を果たしたってことも本で読みました。そこまで知ってるなら、空挺部隊が超エリート集団だってのは聞いたことないかい？作戦の初期段階で空港とかの重要拠点を強襲して確保する重責を担うところだもんね。味方がやってくるまでは自給自足だし。第一空挺団が第一狂ってる団と言われるのは、航空自衛隊を揶揄する四字熟語が勇猛果敢尻滅裂だからですか？よく知ってるわね。陸上は用意周到顔面古老、海上は伝統牧手優位が独尊。いやいや、もっと身近なエピソードからだよ。例えば伝説のパラシュートトラブルからの五点着地。訓練中にある隊員のパラシュートが完全に開かないトラブルが発生したんだ。高度は約340メートル。このままじゃ訓練の成果を見せてやる。やるぞ、ヒギ五点着地。まさかの無傷ですか？五点着地は着地の衝撃を体の各部分に分散させる技よ。こうやって先につま先で着地して、そのまま体を丸めて地面に転がる。で、すねの外側、お尻、背中、肩の順で衝撃をばらけさせるの。すずさんすごい、できてるじゃないですか。ダッシュさんもできるんですか？おいよ、やってみせようか。おっ、泣いた。やっぱ空挺レンジャーってすごいわ。ダッシュ、だらしないわよ。最近自主練サボってんじゃないの？うるせえよ、俺はちょっと体が硬くてマット運動的なのが苦手なの。その代わり体もあそこもバッキバキだぞ。またしょうもない下ネタを。なら証明してみせてよ。あそこから飛び降りてみて。それはいくらなんでも無茶ですよ。いいの、キヨシ君、これも元空挺レンジャーの着地エピソードを元にしているんだから。上官、ちょっと今ピンチで2000円だけ貸してください。3階から飛び降りてみせてくれたらいいよ。ガー、すげえなお前。よし、4000円貸してやる。あの程度の高さから飛ぶ勇気がないなら空挺レンジャーは諦めなさい。だしよ、レンジャーは他にもあるんだから。部隊によっていろんな特色を持ったレンジャーがいるんですよね。例えば長野県の松本駐屯地の第13普通科連隊で訓練している山岳レンジャー、雪深い 3000m 砲をフル装備で踏破するとか、常人離れした隊員が集まってるわ。北海道の真駒内駐屯地の冬季戦技教育隊はゲリラ戦に加えて雪中戦を展開できる冬季遊撃レンジャーもいるわ。自衛隊内のスキー検定で2級以上の取得が必要。まあ、俺はいずれレンジャーだけでなく指導者としても活躍する幹部レンジャーになる器だけどな。静岡県の富士学校普通科部で実施してるんだぞ。それ以来俺はダッシュオさん、すずさんとしょっちゅう会って自衛隊を夢見る話に花を咲かせた。やあ、ダッシュオくん、待たせてごめん。アスタさん、お待ちしてました。内緒にしていたんだが、今日はビッグゲストだ。この方はアスタさん、なんと元空挺レンジャーなんだぜ。
今はしがない生態屋だよ。ダシオくんは五点着地を失敗したとかでうちの院に来てくれたことで知り合ってね。どうして自衛官をお辞めになったんですか？訓練とはいえいろんな人間を壊してきたけど、直す方が好きだと思ってね。いつもはネットの情報とか想像とかで話してるけど、今日は元本職からリアルなお話が聞けるぞ。先輩、私本当に自衛官になりたいんです。入隊条件とか実際に行われる訓練とかどんな感じなんでしょうか？まず空挺訓練士に求められる条件はこんな感じだ。入隊時にアスリート並みのハードルを設けてるわけじゃないんですね。でも訓練になったら過酷な体力練成があるよ。まずは高さに慣れるために高所での活動や着地練習を行ってもらう。合格すれば実際にパラシュート降下訓練に移行して、最大80キロの荷物を背負って高度数百メートルからダイブ。80キロの荷物を背負ってダイブ？たった80キロって考え方もあるよ。実際の作戦じゃ携行できる装備品は限られている。僕らは他部隊よりも軽装かつ少人数で戦わなくちゃいけないんだ。だから強靭な身体的能力、優れた技量、折れないメンタルが必須だよ。実際第一空挺団には狂気といえるサバイバル生活や戦闘訓練を耐え抜いたレンジャーしか残らない。私生活でも貪欲に筋トレしたり武術や格闘技に邁進する隊員もたくさんいるよ。君らにできるかい？そういえばサバンナのヤギさんが資格確認検査を受けてみるって企画があったね。君たちもちょっとやってみるか。1、銃を持って 2000m 持久走。合格基準は9分30秒以内。オラダシオくん遅れてるぞ。2、648g の手榴弾を 30m 以上投げること。スズくんは 10m か。女性にしちゃすごいけど失格だな。3、300m 疾走。合格基準は60秒以内。キヨシくんナイススパートだよ。4、顎が地面につくまで曲げる腕立て伏せ。合格基準は25回以上。よしくん、最後の3回はフォームがダメ、カウントしないよ。5、正しいフォームでの腹筋。合格基準は25回以上。ダッシュを全然ダメじゃないか。6、15センチ以上ジャンプする鏡跳躍。合格基準35回以上。いいよ鈴くん、その調子だ。7、反動をつけない懸垂。合格基準7回以上。これはなんとか全員クリアだね。8、50キロの土のう運搬。ほら担ぐだけで精一杯だろ。50メートルを14秒以内に運ばないと失格だよ。これサバンナヤギ様受かったんですか？全然ダメだったよ。やっぱり女性の私が空挺レンジャーになるなんて夢のまた夢なんでしょうか？そんなことない。少なくともさっきの試験じゃスズくんが一番良かったよ。それに知らないのかい、橋場玲奈さん、陸自を含めて初の女性空挺レンジャーが2020年に誕生したじゃないか。落下傘部隊に入りたいという子供の頃からの夢が叶う根性だけは男性に負けません。そうだそうでした。もともと空挺レンジャーは男性しかなれませんでしたが、男女共同参画社会の促進に伴って2017年に女性制限が撤廃されたんですよね。とはいえ適性検査をはじめ身長、体重、肺活量、握力とかの体力検査も全部男性と同じ基準ですよね。本当にすごい方だな。体力面では苦労したそうだよ。腕立て伏せや懸垂といった筋力トレーニングを地道に重ねたらしい。おめでとう。何事も積極的に取り組んできた君だからこそ合格できたんだ。頑張ってほしい。ありがとうございます。温かく迎えてくださった第一空挺団の隊員の皆様と、熱心に指導してくださった教官、助教の皆様、感謝しております。私に続く女性団員の模範になるため、心技体を一層磨き、一生懸命に日々精進していきます。私も頑張ります。さて、じゃあ僕はこの辺で。いい目をした若者に会えて楽しかったよ。あのアスタさん、最後に聞きたいことが。そのこっちの方はどれぐらいもらえるものなんでしょう？あんたお金のために自衛官になるの？いいよいいよ、自衛官とはいえ仕事の一つだ。給料は大切だよ。
他の団を全部回ったわけじゃないから正確にはわからないが、第一空挺団が一番高級鳥だと言われている。おお、やっぱり4年目の陸士で高級は約23万、号砲によって違うけど、1号砲につき1500から2000円昇給して毎年1月に4号砲ずつ上がるよ。勤務成績がいい人や優秀隊員は特賞が与えられて6から8号砲上がる人もいる。とはいえ思ったより多いわけじゃありませんね。だけど手当が厚いんだよ。まずは地域手当約2万7000円と落下傘隊員手当が約5万5000円。落下傘隊員手当とは別に1回降下するごとに約3500円の落下傘降下手当も支給される。これが元で他の部隊から高級鳥とか給料泥棒とか嫌味言われるんだよな。こっちは命張ってんのに。ボーナスは出るんでしょうか？年2回出るよ。基本給を元にして定率で支給される期末手当と勤務成績に対する評価で額が決められる勤務手当だ。自衛隊の銃剣道大会で優勝したとか、陸曹の教育で方面総監賞を取るとか、成績優秀な人は特有者や優秀者だから勤務手当が上がる仕組みもあったよ。そして計算すると陸士長の場合は約50から55万だったかな。ありがとうございました。とても参考になりました。こちらこそ。辞めた身でなんだが、若い人が自衛官になりたいと言ってくれるのは嬉しいよ。国を守るというのはすごい仕事だ。誰にでもできるものじゃないけど、君らに適性はあるのなら悔いのないように頑張ってほしい。はい、よしみんな、そうと決まれば御殿着地と3階からの飛び降り訓練開始だ。俺に続け。それは適正試験後に取っておこうか。明日の話題は見つかりましたか？まだ見つかってないという人は他の動画も見に行った方がいいですね。何かあったら出動する、何かが起きそうなら出動するという特色ですから、なかなか国民には感謝をしてもらえたりありがたがってはもらえないのかもしれません。でもそれって広い目で見れば平和ってことなんですよね。こんなことは考えたくありませんが、万が一の有事の時には盾となり槍となってくださる皆さんがいること、とても頼もしく思います。最後まで見てくれたあなたが大好きです。ナレーションはマイでした。それでは。